第23号平成26年長野市一般会計補正予算に係る経済分教委員会ではなくて各委員会委員長報告に賛成とする立場で、えー、討論させていただきます、えー、具体的にはですねこれ私、議案質疑もいたしましたがプレミアム付き商品券歳、えー、出,出第2票繰り越し免許費の補正、えー、7冠1項2目の日目でございますが これについては議案質疑で、えー、まあ、疑問点については、えー、それなりの回答をいただきました。不正の使用についてはどうするのか。それからまた、えー、利用店舗のね、代、え、償、ー、による、そういった是正についてはどうするのかということについて、責任持った答弁をいただきましたので、それでよしとはいたしますが、ただ、このプレミアム付き商品券の事業効果につきましては、私は、 ちょっと微妙じゃないかなと思っているものの一人でございます。と言いますのは、あの、本授業は20%のプレミアムをつけたプレミアム商品券発行等によって、消費者の購買意欲の喚起による、本市経済の活性化を目的とするものですけれども、その目的が本当に初期のとおり、大いに果たされるのかどうかにおいては、ちょっと懐疑的です。 というのは20、20%のプレミア分が、これが消費に本当に向けば、いいんでしょうけれども、これが消費じゃなくてね、貯蓄の方に向かってしまうという可能性、これも考えられるのではないのかなと。小泉はその辺をちょっと疑念を持って見ています。あるいは、一時的な消費拡大がね、仮にあったとしても、6ヶ月の 利用期限というものがありますから、この6ヶ月が過ぎた時点で、反動がね、逆に落ち込みが来るという可能性も考慮されるのではないかなと、その点懸念しております。例えばね、今回あの、商品券が1000円とかまあ500円のね、ワンコインの額面で作ったという、これ非常に利便性は高くて、あの、使う側にしては、 便利なんですけれどもねただ、スーパーに行って、普段の買い物の五百円玉と一緒に使えるという意味においては、ですね、まあ、あのプレミアム商品券、せっかく買ったから20、20%プレミアムついてるから、じゃあ、大根2、3本か、あの余計に買おうかとか、あるいは豚肉じゃなくて、じゃあ牛肉買いましょうとか、そういうことに消費が向かうかっていうと、必ずしもそうではないだろうと。 で、その分ね、いつも通りの買い物して、じゃあその分は、老後のちょっとあの年金も心配だから貯蓄しましょうねっていう方向に、貯蓄成功に向いてしまう可能性というものもあるんじゃないかと思います。で、あるいは、6ヶ月そろそろ過ぎそうだから、まだプレミアム商品が残ってるからね、じゃあこれどうしようかと言った時に、じゃあ日持ちのする米でも買っとけっていうことになれば、次の2ヶ月、3ヶ月、米を買うという需要がね、前倒しで消費されるっていうだけの話になってしまう。 じゃないかなということもね、合わせて考えなければいけないと思います。で、なぜそもそも今、この時期において、このような施策がね、あえて行われなければいけないのかというところも、非常に疑問ですよね。で、例えばこれが8%の消費増税の、ね、直後に行われるとか、10%に上がった直後に行われるとか、 消費の落ち込みがもともと予想されるところに持ってくる施策であれば分からなくもないですけれどもなぜ今なのかってことですよね、この統一地方選挙がなんか,か,まびすかまびすしくあの議論あの話題になっているこの時期に、まあまあ、ばらまきって言っちゃいけないんだろうけどもなんかそんなような、ね、批判も新聞には出ています。で本日ののの新聞報道によると地方創生の交付金約億円のうち 政府が消費喚起策の主なモデルとして示した商品券と旅行券がそれぞれ1500億円と600億円ということで4200億円のうち2100億円と半分も占めてるんですよね。で、そうまでしてやらなければいけない施策なのかなって思うとちょっとその辺はあのー、どうなのかなと思いますけれどもただ、長野市がね、この交付金を活用する機会を みすみす逃すというのもしな話なんで、だから皆さん、賛成はしましょうで、賛成はするけれども、このひ目の中にね、効果検証の予算もきちんと入ってますので、それはきちんとやっていただくという必要があるんだろうと思います、本当に消費者の購買薬の喚起による本市経済の活性化が果たされたのかどうかということ。 それをきちんと事後においてチェックするというのが我々議員に課せられた使命ではないかと思います。なんですか？いいですか？はい、以上で終わります。以上で討論を終結いたします。採決に入ります。採決を行います。 委員長報告のとおり決することに、賛成の職人の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって、各委員長報告のとおり決しました。次にお諮りいたします。